じゃあね生物学の未解明分野ちょっと見てみましょう例えば細胞からいくとまず細胞がどうやって生じたのかまず分かってませんもしかしたらねあの全然まだまだ隕石にくっついて宇宙から飛来したっていう説もあの根強く残っていますまあ何が正解かはまだ分かってないますあとは細かい話で言ったら細胞小器官が細胞分裂に伴ってどう増えるのかもまだよく分かってません 核分裂と細胞質分裂は勉強すると思うけどでもミトコンドリアとか葉緑体とかゴルジュ体とか消胞体が細胞分裂に伴ってどう分配されるのか適切に分配されるのかはまだよく分かってない葉緑体ミトコンドリアでいったら葉緑体とかミトコンドリアで作られる葉緑体とかミトコンドリアの中で働くタンパク質がどう葉緑体とかミトコンドリアの外からね適切に輸送を受けるのか、えっと、配達されるのかもまだよく分かってないあと代謝分野でいったら 他の動画でも述べたけど、動化についててまだよくわかってない。なぜ、えっと、我々生命体はこんな風にね、あに複雑化して精神も肉体も高度に、ね、複雑化することができるのかその発生のメカニズムの根本それはまだよく分かっていませんあとは遺伝子についてもまだよく分かってない塩基配列が分かっても分からないことがどのぐらいあるのかがまず分かってない 昔はね人ゲノム計画が終われば人の全てがわかるって思われた時代があったけど今はそうでないことがもう分かってる例えばクワガタの DNA の塩基配列が分かってもクワガタがどんなふうにね豊かに生活してどんなふうに挟むのかよくまだ全然わからないあなたのゲノムのあなたののゲノム塩基配列が解読されたとしてもねあなたがどういうふうなものが好きで、ね、どう動くのかそれがわからないからねあと遺伝子の分野で遺伝子の分野で言ったらえっと 遺伝子の遺伝子から得た情報をどう我々人類が使っていくかこれもちゃんと考えなければいけません例えばえっとあ,あ,あなたがんにとってもなりやすい遺伝子があるあなたは保険に入れないよとかあなたはうちの会社には入れないよとかそんな差別があっては絶対にならないね我々はどうこの遺伝情報をねえっと守っていくのかね あと話は戻るけどその遺伝情報は遺伝情報から分かんないことは一体何なのか例えばね、えっと、DNA のメチル化って現象があって、えっと、DNA をメチル化すると例えば幻覚、えっと、生物の話だったら最近、えっと、って外からやってきたウイルスの DNA とかを切り刻むね制限酵素っていうハサミみたいな酵素を持っててだけどその制限酵素で自分の DNA を切ったらまずいから自分の DNA には メチルキをくっつけておいてこっちは切っちゃダメだよって目印にしてるのさあのそんな風にね塩基配列は変えずに DNA に情報を付加することができるんですよ例えばえっと X 染色体を2本持つ女性の方だったら2本の X 染色体から同じ電子が発現してタンパク質ができちゃったら多すぎるどっちか1本でいいよって場合は細胞ごとにどっちかの X 染色体をランダムに不活化するんだよねこの不活化にもメチルキが働くえっと この不活化にもメチル化が関係してるしあとはがん細胞とか見てみたらがん抑制遺伝子がメチル化してたなんて話もあってもしかしたらその DNA の塩基のメチル化は遺伝子の転写性用に関わっているかもしれないだけどこれってさ塩基配列変わってないんですよ塩基配列変わってなくて塩基配列は変えずに塩基に何か物をくっつけることでその情報を変えてるんだよねだから塩基配列を解読したからって分かんないこともまだまだいっぱいあると。 あとは、えっとまあ、これは高校の範囲から変わ高校の範囲は飛び出るけど寿命がどう決まってるのかもよく分かってません、ね、あの活性酸素説もあるしあとテロメアあの DNA ってプライマー RNA プライ細胞内では RNA でできたプライマーを置いてここから一方向的に DNA 合成して初めに設置したプライマーは壊してまた少し後ろにプライマー設置してまた DNA 合成してさっきプライマーがあったところを埋めるこれを繰り返してるんですよ。 だけど染色体と染色体 DNA の末端は末端に置いたプライマーでプライマーを置いて末端にプライマーを置いて DNA を合成するんだけどそれよりも後ろがもうないから後ろからこう合成で補うことができないんだよね末端に置いたプライマーは分解されたらもう何にもできなくてここが空白になってしまうんですよねなんで細胞分裂を繰り返すごとにテロメアっていう領域が短くなってるんですよその,の DNA とか染色体の末端にテロメアがあってテロメアが短くなっていくんですよ テテロロメメアを伸ばす酵素も見つかってててラーゼって言うんだけどそれ発現してるのが,がん細胞とかなんですよだから、えー、と不老不死になりたいと思ってテロメアを伸ばせば、ね、まるでテロメアってなんかね確かに一見さあのじ、えー、と人の寿命を表すローソクみたいになんかちょっと短くなっていくみたいに見えるからあじゃあテロメアを伸ばすためにテロメラーゼを強制発現させようと思って適当にテロメラーゼを強制発現させたらそれが,がん細胞になっちゃうわけでそこの不老不死とがん化の何、えー、ていうか境目が境目もまだよく分かって いませんねあのクローン羊のドリーとかねあのえっ、ー、と元の羊のテロメアの長さを引き継いだからすぐ死んじゃったんだって人もいてまあもちろんねあのいやいやあれはテロメアとか関係なく普通の病気で死んじゃったんですよあの普通に死んじゃったんですよっていう人もいて実際ドリーがなぜ死んじゃったかは,なぜ,はなぜ早く、ね、命を落としてしまったかはまだ分かってないけどまあねあのそれはちょっと置いといてねあのテロメアの、えー、とテロメアの、えー、と制御もね不老不死と癌のねあの とっても、えー、とまだまだ人類が研究して、えー、とまだまだ未解明の分野ですあとはえっ、ー、とまあ恒常性の分野でいったらねあの例えば肝臓とかって再生能力がすごい高いけど肝臓を再生してちょうどいいところで再生が止まるんだよねでそのちょうどいいところで再生が止まる仕組みも実はまだよく分かってない心臓は自動性を持っててえっ、ー、と自分えっ、ー、とじた自分で 収縮のリズムを、えー、とあるる程度決定できるもちろんあの自律神経自律神経を通じて心臓のリズムのねあの調整は受けるけど基本的に自分で、えー、と縮む自分自身で収縮を繰り返すことができるあの自動性を持ってるんで,でそのねその自動性を確立するようなシステムもまだねちょっとよくまだ分かってないところがあると。ね、とか。 あとは、えっと、再生医療が進んだときに例えば腎臓とかって、えっと、ES 細胞から腎臓を作ろうと思った時にあ、えっときに ES 細胞っていうのは人の赤ちゃんのもっと前、ね、肺盤胞っていう時期、ね、赤ちゃんよりももっと前の時期の肺盤胞の内部細胞界の細胞を取ってきて管理して培養したものが ES 細胞で iPS 細胞っていうのは普通の体細胞を取ってきて、えっと、遺,伝子を遺伝子を導入することで受精卵みたいにしたものが iPS 細胞まあどっち使ってもいいけど えっと腎臓を、えっと、そういった、ね、あの ES 細胞とか iPS 細胞で作りましょうってなった時に腎臓の細胞を1個作っても意味ないじゃんそれを、えっと、腎臓ってたくさんの種類の細胞が適切に配置されてできてる一種の芸術的ななな彫刻のようなもんな彫刻のよようなものなんですよだから、えっと、遺伝子を調整して腎臓の細胞を1個作ったところでそれはまだ研究の第一歩でそれを適切に配置して 腎臓を作り上げなきゃいけない。つまり、えっとレンガを1個作るだけじゃなくて、それを配置して立派なお城を建てなきゃいけないんですよね。今あの細胞をインクみたいにベーってプリントしプリンとして、それをベーべーべーってプリントし続けるっていうね 3D プリンターみたいな技術でそれを可能にできないかっていう研究は進んでいます。ここもえっと俺たちが俺たちが今後解決しなきゃいけない問題で、そのその臓器を作りたいと思ったら。 細胞を用意するだけじゃなくてそれを適切な立体構造に配置設置しなきゃいけない固定しなきゃいけないっていう問題もあります腎臓とかめちゃめちゃ複雑な立体構造してるでしょねあの何やねん西行管ぐにゃーね傍慢の中で子宮体ね毛細血管巻きついてね集合管とかねあのそこまでやんなそこまで作らなきゃ、えっとかんえっと、いけないですよね。とかね あとは、えっと、生態系の分野で言ったら例えば繊維繊維もまだまだよく分かってません、えっと、例えばお山があった時に山のこっち側とこっち側でツッツッあの繊維の進行が全然違う場合があるんですよ光の差し具合が違うからあと周りにどんな植物があるかで違ってくるからある島ある島があった時にその島の周りにどんな島があるかその島の、えっと、周りにどんな大陸があるか それ,全然それで全然その島の繊維が変わってくる場合もあるんですよだから、えっと、繊維って教科書に示してあるのはただただのモデルケースで例外,例外がめちゃめちゃあるんですよそこも全然まだ,まだ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 地域によって繊維の住み方違うんであのそ,そこのねあの周りにどんな植物種があるか動物種がいるかで違うんで研究しなきゃいけませんあとは、えっと、もちろんねあの生態系をどう守るかもぜ研究しなきゃいけなくてで生態系を守ろうだけじゃね人って動かないことが多くて 今ね、その生態系からどんな風なサービスを人類が受けるかっていうのを今ね算出することが算出するっていう試みが進んでいます生態系からねあの人類がどんな恩恵を受けるか例えば水をきれいにしてもらってるとか、えっと、安全な土地を提供してもらってるとかあとは何、えっと、レクリエーションに使ってる例えばあの子あのあそこの公園で私たち散歩するよとかあそこの公園でキャッチボールするよとかねいろんな文化的な資源を提供してくれるみたいなそんな風に 守るべき生態系これは何億,ドルの何億ドルの価値があるんですよっていうふうにそれを、えっと、金銭的に評価するような試みも進んでいますでもちろんねそこそれもねまだ完全な、えっと、完全に、えっと、適切な、えっと、価値の評価方法が見つかったわけではないのでそこまだまだ未解決の分野未,未解決の分野ですあなたのうちの隣の公園にねどんだけの価値があるかって説明するの難しいでしょねあのい,いくらとえ何 えっと、そ,そこの公園の価値ってさただ単に遊具の値段だけでは決まらないよね、えっと、そこではもしかしたら、えっと、地域の方々が散歩するかもしれないねあの散歩するかもしれないしキャッチボールするかもしれないしみんなの憩いの場になってるかもしれないしねもしかしたらねあの水をきれいにしてくれるかもしれないしとかねああとね1個話が戻って申し訳ないけどね免疫も全然分かってないですよ免疫全然分かってない、まあ もちろんね今皆さんがえっと日頃ねあの感じておられるよねあのもちろんこの地球上にどんなウイルスが存在してで今後どんなウイルスがね生じるのかこれもまだまだもちろんよく分かってないしそもそも教科書で勉強する適応免疫がねいつ生まれたかもよく分かってないんですよ大体ね顎を持つ生き物から突如として進化的に現れたんですよこの適応免疫の仕組みが、まあ、もちろん最近だって外からやってきたウイルスの DNA を覚えといて次侵入してきた時にそのウイルスの DNA を壊すっていうようなねちょっと 変わっった適応免疫持ってるまあそれがゲノム編集につながっていくわけだけどゲノム編集につながっていくわけだけど変わった適応免疫持ってるけど俺たちの適応免疫ってもうその起源がまずよく分かってないし B 細胞とか T 細胞って一回働いたら、えっと、同じ抗原に対してねあの素早く強力に二次応答を起こすために。 えっと、一,部が一部が記憶細胞に乗って眠り続けるけどその記憶細胞になる仕組みとか記憶細胞がどこにいるとか記憶細胞が何年生きるとかまだまだよく分かってないんですよだから免疫って基本的によく分かってないんですよあとなんだワクチンだってどの程度効果があるのかもうまだ適切、えっと、に評価しなきゃいけないあのもちろん今打ってるワクチンは安全性が保障されて効果も保障されてるから今ワクチン打ってるわけだけどもえっとワクチンも なんていうの例えば今打ってるワクチンは、えっと、拡散ワクチンだよねあの拡散ワクチンって DNA とか RNA を打ち込むワクチンだけどその作用基準もまだよく分かってません繰り返すけど安全性と効果がしっかり保証されてるから今打ってるわけだけど、えっと、どんなふうに、えっと、どんなふうな分子がどう動いてその作用基準が、えっと、どんな分子がどう働くのかがまだ完全に分かってない、まあ、おそらく、ね、ウ,イルスにウイルスに似た成分が生じてそれに、ね、T 細胞とか B 細胞が反応してで一部が記憶細胞になってで マジモンのウイルスが入ってきたときにね二次応答を起こす素早く強力な反応を起こすっていうのは間違いないんだろうけどでも作用基準はまだ、えっと、完全には分かってないっていうかね作用基準が完全に分かってる生命現象なんかほぼなくてだけど医学って安全で患者さんが救えるんだったらそれでいいん,じゃいいんですよいいんじゃいいじゃないですかだって iPS 細胞だって、えっと、山中因子導入して iPS 細胞ができたと思っても、えっと、それで患者さんが助かったらそれでいいじゃないですかあの研究進めなきゃいけないじゃないですか逆に。 えどういうふうに遺伝子が働き合って転写因子がどう関係してんのか完全に解明しようと思ったらまじ100年100年ぐらい経っちゃうかもしれないあのあの、えっと、ものすごい遺伝子間の相互作用があるんでだから医学ってそう,いうそういう方針なんですよね逆に理学はね理,理学はまああの一個一個ねあのじゃあ転写因子の相互作用を一つ一つ一つ,一つ見つけていこうみたいな、えっと、方針が強いけど医学はねもう安全で患者さんが救えるんだったらもうやっちゃうんですよ。 あのもうえっと使ってしまうま,まあ普通ですよねすいませんすいませんちょっと戻っちょっと話が戻っちゃってごめんなさいあとねちょっとね生物基礎じゃないけどね植物ホルモンこれ植物生理学ってね本当もうね全然分かってない植物生理ってまじ分かってないんですよだって植物ホルモンだってどこで作られてどう輸送されてどの受容体にくっついてどう作用していくかっていう基準が もうほとんど分かってないですよ植物ホルモンだか,らだからあれ教科書見ても分かりにくいでしょあれってしょうがなくて分かってないんですよ例えばシダ植物とかコケ、えっと、植物とかがどんな植物ホルモンを持っててどんな植物ホルモンをシダとか,シダとか苔が持っててでその働きは種子,あの種子植物と比べてどうなのかっていうのもまだ,全然ま,だまだ全然分かってないんですよね植物,生理植物生理学って結構分かってないこと多いんですよねとかね あとはまあ進化かな進化も分かってないっていうかもう進化学って再現性取れないでしょだってもう一個地球用意してじゃあもう一回進化やってみましょうじゃあねあの何数十億年待ってみましょうはできないよねだからまあ分かってないこと多すぎて進化学は当たり前なんだけどだけどえっとうんとた例えばえっとねフォン・ノイマンっていうえっと有名,な物理有名な物理学者がえっと あなんか人類で一番頭いいかもしれないって言われてるけど本能ン・イマンって人が生物学者を自分の研究室に呼んでなん、えっと「あなたダーウィンによる進化論を信じてるんですか?」ってねあ「信じてますよ」って「あ,あじゃあっつってガラッと研究室の窓を開けてあそこに立ってる別荘が見えますか?」って言うんだってその生物学者に「あそこに立ってる別荘は見えますか?」って「あれは偶然できたもんなんですよ」「あれはたまたまあそこで木が腐って」 たたまたま遠くで噴火が起きて、えー、とレンガが飛ばされてきてで他にねわけのわかんないものがいっぱいできたけどたまたまあそこに綺麗に別荘の形になってそこに人が住んでるんですよって言ったなって、まあ、それってどういう意味かっていうと君たちの言ってだぞって例えばそれはダーウィン自身もね実は自覚していたことだけど例えば目をご覧なさいと動物の目って完璧に完璧な構造体つまりえっ、ー、と 特殊なな細胞が完璧配配置に配置にされててでもこれ以上ないくらいスマートな装置として目が、えっと、今存在しているそれって君たちの言う進化論で説明できますかって偶然の突然変異とかえっと偶然の突然変異、ね、自然選択ねえー、えー、それでこの誰かがまるで設計したようなこの目なんていうものが説明できますかって言ってんだよねで まあね繰り返すけどダーウィンもねあのこの研究は進めなきゃいけないっていうふうにちゃんと言ってて、まあ、たあのこういう目みたいな、えー、とかなり超高度な複雑な器官は、えーえー、と構造は、えー、とちょっとねあのこれからねあの研究を進めなきゃいけないっていうふうにちゃんと種の,あの、えー、と自分の本の中で言ってるんだけど確かにねあの、えーといまあ、だってだってさ子供に人子供に一回説明してさ信じられるかどうかって言ったら微妙だよねこのダーウィンの進化論をね。 まあいろんなねあの、えー、と進化論進化の中でもまだまだ解決,解決していかなきゃいけない課題はたくさんあるんですね。あとまあね宇宙人は分かりませんね。宇宙,宇宙はどうですかね。あのななんてうのよく生物の授業をしてるとねあの宇宙人っているんですかって言われるんだけどねあの基本的に分かりません。ね、分かりません <laughs> あの、まあ、宇宙人ね。まあ僕まあ、宇宙人人っていうからにはね、まあ、直立に即方行してるねあのだろうけども、まあまあ、僕が宇宙人に会ったらまず口を見るかな。 口にねもし大きな牙があったら結構暴力的な文化を持ってるはずだから逃げるかなまあ口にねまあ牙があんまりなかったらあっ何ていうかえっ、ー、とまあ安全な結構何ていうか別なね別なコミュニケーションで何か文化を築いてるでもしね日本橋で建てたら日本橋で建てたら両手が空いてるってことだから両手が空いてるってことはねいろんな道具を作ったりとかして文化が 文化が発達してで文化が発達してるってことはね倫理倫理観とか信仰心がなきゃいけないからまあちょっと話の通じる人かなっていうふうに、ねまあ、思うかなまあ分かりませんねわかりませんね <laughs> まあ宇宙人が見つかるよりまず先に宇宙生物だろうけど、まあ、宇宙生物が見つかるの、うん、もね多分僕らの生きてるうちには多分ないでしょうねなんか手塚治虫が昔ん手塚治虫さんかななんかねあの進化の過程で何かの表紙にね ちょっと間違いが起きてナメクジの惑星になっちゃったとかねそんな漫画があった気がしますけどねあなんかアメーバの惑星とかねまあ多分そんな感じのものが多いんじゃないですかね人ね宇宙人ねあの人の宇宙生物ねあの人人に似た宇宙生物がまあいるにはいるんだろうけどねまあロマンのある話っすよ、まあ、遠くにはいるんでしょうね,ねまあえっと、まあ、宇宙人がいるかどうかはね分かりません、ね、みたいなねちょっと生物学のいろんなねあの分かってないことをちょっと ししてみました是非ねあの大学に行ってねあのまだえっとこのねあの人類が、えっと、分かっていないような疑問をね一つでも解決されることをあの期待しております。